さて、これからのお時間はパネルディスカッションスタイルでセッションを進めてまいります。まずはじめにパネリストの皆様をご紹介させていただきます。先ほどもご講演いただきましたヘニング・カガーマン様、ありがとうございます。大きな拍手でお迎えください。そしてお隣マルクス・ヘス様、ありがとうございます。そしてお一方とましまして、トーマス・バロシュケ様、そしてキム・ドンスブ様、そして RRI インダストリアル IoT 推進統括伊豆上清。最後にご紹介させていただきますのはモデレーターの RRI 情報マーケティングチーム長で野村総研の藤野直明様に務めていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 Yeah. Okay, hello.こんにちは。ではパネルディスカッションを始めていきたいと思います。まず最初ですが、私としては非常にコーディネーターとして MC を務めさせていただくこと、非常に素晴らしいパネリストの皆さんを今日はお招きいたしましたので大変光栄に思っております。今日私の方からなんですけれども、パネルディスカッションをするにあたっては、皆様、聴衆の皆様からの質問をここでお話し答えていきたいと思います。非常に素晴らしいご質問をいただいております。まず最初ですけれども、最初の質問は、プラットフォームエコノミーは、非常ガーファーに代表されるような巨大なプラットフォームプレイヤーに牛耳られているというふうに思うんだけれども、カガーマン先生の方から別のオプションがあるのではないかという提案がありました。グローバルエコシステムをグローバルな標準化を通じて民主化を図っていくというオプションがあるのではないかという話がありました。そこで質問です。日本の製造業がこのグローバルのマーケターゲームとしてデジタルプラットフォームを通じてかつ勝算というのはあるんでしょうか。入っていますでしょうか。はい、はい、すいません。ご質問ありがとうございます。だからこそ私の方から提言をさせていただきましたし、これをあえて日本で提案させていただきました。なぜかというと、特に日本にとっての課題、第3の経済圏、ドイツというのは第4の経済圏です。我々としてはアメリカそして中国と戦っていくためには、やっぱり特殊な市場の環境が私たちにはないためにはないために勝っていくことができません。だからやはり我々として優れた人たちの戦っていくためには戦い方を変えていかなきゃいけない。その戦い方としては、我々、その競争においておそらく最終的には競争でいろいろなところを協力した方がいいと思います。つまり協力して少なくとも特定の標準を作っていく、それが多分最初のステップになるのではないかなというふうに思います。そして果たしてそこに乗っかってくれる人が他にいないかどうかということを考えなきゃいけない。ここは必要だと思います。ドイツでは今議論があります。これはドイツ国内だけなんです。国内だけで議論をしておりますけれども、たくさんの企業が少なくともオープンなプラットフォームを提供しています。例えば、その日本の政府の下でそういったその標準を作るためにはどうすればいいのかということをやはり考えていく必要があると思います。ありがとうございます。同じ質問をトーマスにしたいと思います。すいません、ちょっと同じ質問です。マークスさんどうですか。
カーガーマン先生の方から話がありました通り、最終的にチャンスがあるとすれば、やはりオープンな標準を作るということ、そしてオープンな標準というのは、まず最初オープンな標準を作るということを考えますと、まあ、例えば IPR が影響を受けるとか、あるいはバイアス、特に IPR に関してはバイアスがあるかもしれないということを考える方もいらっしゃいますけれども、今の国際的な競争環境を考えると、唯一、まあ、香川先生がおっしゃった通り、アメリカがいて中国がいて、そこで戦っていかなきゃいけないところで、やっぱりそれをとにかく規模感を持って彼らと戦っていくのは単純に不可能なんです。だからやっぱりそれをどういうふうに回避して、そこでも戦っていくのかということを考えなきゃいけません。やっぱり力を結集して、やはりその競争の中で特定のところに重きを置いて、そして同じ土壌で戦うということなんです。アメリカと、まあ、中国がまさに戦っている、同じ土壌で戦っていくということです。ありがとうございます。他にコメントありますか？いいですか？では水上先生、どうでしょうか。日本の企業という観点からお願いします。非常に難しいテーマのような気はしています。単にアメリカやその中国というのを敵視しても多分成功はしないんだと思っています。なので製造業ということで彼らとある意味ウィンウィンを構築していくこと、つまりアメリカもすごい市場ですし、中国も大きな市場なので、そこを無視した形ではできないので、まさに彼らも巻き込んでオープンな標準化というのが非常に大事なんだろうと思っています。ありがとうございました。じゃあ Next question。 では次の質問に行きたいと思います。この質問は少し規制に関する質問です。まあ、自然に考えると、やはりこの独禁法のコンセプトを変えなきゃいけないのではないかと、つまりインダストリー 4.0 という観点から考えると、独禁法を変えていかなきゃいけないのではないかと。しかしながら、当然のことながら、そこには大きな抵抗が待ち構えています。ということで質問です。この独禁法を変えていく、改正するということに対しての動きですが、この動きってかなりヨーロッパではもう活発に進んでるんでしょうか。どうでしょう。まあ、確かに今、まあ、3年4年ぐらい前からその話はすでに進んでおります。確実に、まあ、このルール、そしてプラットフォームエコノミーというのは今と違うことになるので、例えばみんなにもうあまりにも遅すぎると、つまり一旦プラットフォームが例えば売上とかあるいは利益で誰かに牛耳られると、そこからプラットフォームを何か変えようとしてももう遅すぎるんだと。なので、少なくともいろんなその KPI を見て、その私たちどうすれば変えていけるのかということを少なくとも考え始める、これが最初のステップだと思います。他に、ありますか。 EU という観点からありますか。トーマスさん、はい。思うに、これについては、まあ、我々としてもインダストリー 4.0 のコミュニティの中で1年間話をしております。でまだまだ解決策は見出せておりません。非常にたくさんの、まあ、意見があって、今特に、そのこの独禁法の改正に関しては結論に至っておりません。今はどういう要件
が必要なのかということに関してはまだ明確ではないと思うんです。このどういうふうな形にすればいいのかという将来像が描けていません。例えばもしこれができないのであればおそらく、うまく成功できない非常に素晴らしいテクノロジーあるいはその安定したビジネスモデルではないと思います。もしかしたらこれから先それビジネスモデルから始めればその安定した技術というところに落ち着けるのかもしれません。つまりまだ始まったばかりということですよね。この基本の改正ということでインダストリー 4.0 に合った形の改正の検討が始まったばかりと。それでは次の質問に進みましょう。次の質問は質問自体は非常に分かりやすい簡単な質問ですが、日本政府の提案としてコネクテッドインダストリーというものが提唱されています。香川先生の方からはコネクテッドビジネスネットワークというものが提唱されました。何かその2つ大きな違いはあるんでしょうか、それともほぼ同じコンセプトということになるんでしょうか、いかがですか。私はちょっと違うというふうに捉えています。ビジネスネットワークというのはより一般的な言葉です。インダストリーというのはまだサイロ、縦割りとなった、産業があってそこの間でコラボレーションしていく。ビジネスネットワークというのはもっとオープンです。さまざまな産業界からの参加者がいると、先ほどもお示ししましたように業界を超えてという話です。ちょっと1分ほどお時間をいただければもう少し説明をしたいんですけれども、最近見たこのビジネスモデルのいい例といたしましてはスマートファクトリーアザーサービスというものです。ミュンヘンでの事例ということになりますけれども、メーカーコンサル会社、そしてミュンヘンの保険会社、こういったところが一緒にやっているんですけれども、これは真の意味で業界を超えた取り組みです。そして保険の会社がアベラビリティを保証してくれるわけです。つまり 99.95% の工場のアベラビリティを保証してくれと、その敷地を下がってしまった場合は保証金が払われると、そして次にクオリティを保証していくということです。まだ始まったばかりなんですけれども、なぜこういったことが始まっているかといいますと、メーカーとして事故が減るということで保険会社にとっても指名会にとっても売り上げが下がってきていると。そしてこの、このエコシステムというのは業界を超えたエコシステムです。ですので私の観点からこういったことを考えています。ありがとうございます。それでは水上先生、日本の観点としてはいかがでしょうか。日本は、将来像の検討をようやく始めて、香川さんのおっしゃられるそのイメージというのは我々も持ってるんだと思っています。ただまだまだ日本の国内でそのイメージを、持った方々がまだまだ少ないので、そういうのを、あらあらいとしても皆さんに理解いただくように、今日もその1回目の場ではありますが、頑張ってやっていきたいなと思っています。ですのでコネクテッドインダストリーズというのは、ある意味表現としては手段的な表現でもあるんですが、産業と産業をつないで価値を生んでいくというところについては川間さんの思想に、と同じだと思っています。なるほど、考え方としては近いですね。それでは次の質問に進みましょう。香川先生のプレゼンテーションを映した方がいいのかもしれませんが、
映せますでしょうか。ガガーマン先生の提案されていたのがデジタルプラットフォームの必要性ということで、クリティカルリクエストというところです。こちらですね、失礼、重要な要件と、デジタルプラットフォームの重要な要件、そして国際協力を必要とするような要件、こちらに6つの課題が挙げられています。体系的なアプローチをとって新しい社会インフラを導入する際にはこの要件が非常に重要であるということですが、質問としては誰がこのようなタスクを日本では責任を持って進めていくのかということで、水上先生からこちらご回答いただいた方がいいのかなと思います。すごい難しい質問をされてちょっとどう答えようか悩んでいますけれども、誰かというのを個人名で持てるもんでは僕はないと思っています。RRI が今、進めているというのはこういったことを分かる人が、それもこの問題を本当に大事だと思う人が、集まってですね、考え方を整理してそれを、一般の皆さん世界に問いながら進めるしかないなと。でそれは政府でもなければ、一企業でもないですし、どちらかというと個人の非常にレベルの高い人たちが議論していく問題だと私は考えています。そうで、誰がこのタスクに関しては責任を持つべき、マルクスさんどうですか。ありがとうございます。ちょうど今私がコメントしてもいいものか考えていたんですが、ご質問投げていただきありがとうございます。7年前我々が何をしていたかといいますと、私たちはドイツにおける学術会の方でやはり行動が必要だという話が上がりました。プラットフォームインダストリー 4.0 というのが後々出てくるんですけれども、7年前もアクションが必要だということが言われました。そしてマッチングをしたんですけれども、その後すべてのプレイヤーがさまざまな取り組みを始めました。私のチャートにもお示ししましたが、作業体系も確立し、そこですべてのパートナーに入ってもらい、政治家の方からは政治的なガイダンス、そしてエキスパートの方がその中身についてさまざまな助言をしました。両方が必要なわけです。最終的にはまず必要に応じて法律を作るための政治家も必要ですし、そして技術的な要素についてディスカッションするための専門家も必要です。政治家は政治について法律についてはいろんな話ができますが、技術的なところは深い議論ができませんので、ですので私としてはすべての人たち、法律の立案者ですとか民間ですとか組合ですとかビジネス、そして学術家、いろんなすべての人たちが関与する必要があると思っています。そしてその中で誰がどの部分の責任を持つのかというのを決めていくだと思っています。そして政治家が担う役割というのはその中でも一番下のところだけに過ぎません。この私たちのこの取り組みの体制を考えたときに、今7年間我々こういった施策をやってきましたけれども、その7年間を経て今どういった法律が必要なのか、そういったところも見えてきました。全員が入っていなければ、もしかしたら何かの議論点を見失ってしまうかもしれないわけです。そしてそうすると責任分担に関しましても誤った責任を分担になってしまうという可能性もあります。ありがとうございます。ではトーマスさん、誰が責任を担うべきだと思いますか。こういったタスクに関しては EU の観点からお答えいただければと思います。
回答する前に一つコメントのコメントに対するコメントをさせてください。通常人がどういう行動を行うかということを考えてみると、私たち自分たちのワーキンググループでさまざまな経験をしてきましたが、自分たちを規制したいのかどうか、それともヘスさんのところに行って代わりに掘り作ってもらえますかとお願いをするか、通常そういった形で私たちは物事を考え仕事をするわけです。EU の場合にはもちろん状況は違います。私がまあ EU に行くということであれば、多分どの教会の人間だということをまず聞かれます。まあ、これは我々がまあいろんな政治的の枠組みの中で仕事をしているということの表れです。まあ、20何カ国にそれぞれまあちゃんとした声があって意見がありますので、まあより高いレベルでのコミュニケーションとなります。しかしながら、いい枠組み、いいまあ制度というのが我々見つけられました。 EPP、まあ、EU パートナーシップの中で、まあ、その EU の PPP です、官民連携です。この中では非常に声を強くしていくということをよく理解されています。もし自分たちがビジネスを理解しているのであれば、まあ、全ての課題ではないかもしれないけれども、例えばセキュリティとか、あるいはそれ以外の要件でその規制対象から外れている、まあ、その時に規制にしない方がいい場合もありますので、その時にコラボレーションをして、その特に規制担当者の規制を待つ必要がない、あるいは待たなくてもコラボレーションを始められるという、そういったやり方はあると思います。ありがとうございます。では韓国のご意見を聞きたいと思います。キム先生、非常にそれは難しい質問ですし、まあ、一側面から答えることはできません。二つあると思います。一つは企業側から見た場合です。国業、当然企業というのは政府とは見方が違います。企業というのはとにかくここにビジネスのチャンスがあるのであれば、そして新しいビジネスモデルを作るチャンスがあるのであれば、多くのことは一緒にできるという土壌があります。まあ、一つで全てに対応するようなモデルがあるか、あるいはシステムがあるかといえばそれはありません。もう一方は政府の方です。政府は、まあ、ある意味諸刃の刃だと思います。つまり一つできるだけ、まあ、規制を外して自由なそのディスカッションなり、あるいはフリーなコミュニケーションを許すというのが一つ、そしてもう一つはやはり安全保障をはじめとするセキュリティ上の問題から、ある程度やはり規制統制していかなきゃいけない、流れを統制する必要も政府としてはあります。ここにはまだ答えはないと思います。しかしながら私の個人的な意見ですが、やっぱりその企業側が牽引していかなきゃいけないと思います。そしてそこでいろいろな問題を明確にしていく必要があると思います。非常にこれは問題としては難しいと思いますし、果たして、まあ、できる言えることはとにかく我々自身が常に協力をし合うということです。ありがとうございます。いずれにしても、まあ、我々としてグローバルのコラボレーションを進めていかなきゃいけない、そしてシステムのグローバルな協業の中でそれぞれのアーキテクチャについて話をしなきゃいけないなと思いますけれども、ガガマン先生どうですか。確かに我々のプラットフォーム側に、まあ、その国際的な協力をパートナーと一緒にしていく、そのためにプラットフォームが必要で、そうするとコラボレーションの その焦点全体、例えばドイツにいる全てのステークホルダーでやっていくことによって大きなメリットがあると思います。韓国を訪問したことがあります。2年前のことです。私たちの方から提案をしたのは、韓国政府に対して同じような組織を作ってくださいとお願いしたら、韓国政府は作ってくれました。そうするとどこを窓口にして話をすればいいのかと、つまり韓国のプラットフォーム、まあ、そういったところと一緒に連携ができる、
そこを例えば3箇所4箇所にしてしまいますとリソースの無駄になってしまうと思います。ということでもしかしたら1箇所で我々 の, その組織形態の中でやはりそこを少しその差別化もする、例えばそのスピードをそれによって変えていくとか、あるいはその社会の中でもどこのレベルまでその入っていくのかということで少し組織体を変えていくということも言えると思います。産業界というのは当然のことながらスピードとかあるいはそのアジリティ度が非常に長けていますので、そういう企業とそれからそういったその市民の両方の側から進めていくのがいいと思います。ありがとうございます。まあ、その国際協力の国際協力という提言、先生からの提言というのは非常に私たちにとって貴重です。そういったその愛対私たちがちゃんとインダストリー 4.0 の意味において話ができる相手を作っていくというのが重要だと思っています。では質問次に移りたいと思います。次は学術界のお話をしていきたいと思います。ガガーマン先生の方から、ガガーマン先生昔はアーカテックの教授でいらっしゃいました。これは学術界ということになります。質問は日本の組織に関してどういうふうにすればアカテックによる、まあ、その学術界の創生ができるんでしょうか。今週 CTEC が開催されました。 CTEC の中で、まあ、学術界例えばシステムイノベーションセンターみたいなものが大山先生、東京大学の大山先生から提案されています。こういったアライアンスをアカテックとじゃあ組めるんでしょうか。こういったその学術界同士での協力関係というのは作れるんでしょうか。すでに存在していると思います。日本、韓国、中国、アメリカはエンジニアリングアカデミーというのがあります。つまりこうサイエンスではありません、エンジニアリングでの協会というのがあると思います。学術界のつまり違いとしてはまあ、学術界とあるいは大学とそれから産業界両方が組み合わさっているということなんです。これはアカデミー・オフ・サイエンスとは違います。我々はイノベーションにフォーカスをしています。そしてイノベーションには当然実装が必要です。アイデアだけではダメなんです。ちゃんとそれが実装可能であると、ちゃんとそれが実現可能であるということが重要です。確かそこについてはもうすでにアカデミーが存在していて、で最近も会合がありました。ミュンヘンです。中国のアカデミー・オブ・エンジニアリングと会合がありましたし、それから韓国とも会ったことがありますし、日本のこのアカデミー・オブ・エンジニアリング両方お会いしております。パートナーです。もうこれから先も協業を続けたいと思います。ありがとうございます。では次の質問です。中小企業についての質問です。日本の場合にはこの中小企業が IoT あるいはデータ分析というのを何とか実装したいと思って、それがようやく始まったところなんですけれども、まだ十分な結果をもたらすには至っておりません。こういったアクティビティを中小企業の中でどんどんと加速するためにはどうすればいいんでしょうか。何がベストプラクティスなんでしょう。 SME の間での取り組みです。トーマスさんどうですか。まあ、最善の方法というのは特にないんですね。やっぱり始めなきゃいけません。まずは始めるところからです。我々も全く同じ話を全ての教会と私もしてきました。まあ、ここでの秘訣としてはこれらについて話をしている人たちは実は中小企業出身者じゃないんです。だからまあより大きな企業の出身者が話をしていて、で実際の中小企業の皆さんはそのディスカッションの中にあまり加わってないということなんです。そしてもう一つ私たちがいるのは
この我々の理解に基づいてその中小企業のその要件を見ているわけですけれども、それではダメなわけです。まあ、SME には当然のことながらリソースの問題があります。そして我々としては、彼らがこのアジャイルなパートナーになりたいというところにあって、なんとか私たちもそのあまりその競争力のあるとか、あるいはそのお客さん的な立場ということではなく、協会の立場から協力ができることがあると思います。つまりここには声が必要なんです。なぜその SME がこういったその協会のメンバーではないのか、ステークホルダーの人たちに SME ではないんだけれども、その中小企業を代表してその話をできるということが必要です。まあ、やっぱり中小企業というのはリソース、つまりこういったことについて話をする、そういったところに避ける時間もリソースもないわけです。ですのでそういったその SME の関与がない中で、どうやって我々がその彼らの声を大事にしていくのか、ちゃんとこういった質問に対して対応していくということが必要で、私たちはなんとかこの声になって、SME と協業することによって、まあ話をしているだけでまだ実施までには至っていないと思います。コメントありますか？コメントではなく追加なんですが、ベースラインとしては、産業そして経済ということを考えたときに、もし何か問題があるのであれば一緒に明確なコミュニケーションラインを作り、そして政治家に声を届ける、そしてその状況を打破するために行動に移してもらう、もしくは何か発信をしてもらうと。そして政府と言いましたけど、ドイツだけでもドイツには350万の会社があります。そしてそのうちの300万社以上 80% が SME ということになります。従業員が 10人未満というところ8割を占めています。となりますと、我々にとってこの経済全体を見たときに、さまざまな課題や要件がデジタルトランスフォーメーションプロセスにありますけれども、その要件を満たしていくということが大変重要になります。その際にはニーズ、要件、そして政治家の観点から見ても、やはりどうやって中小企業を我々が支援するのかというところが大変大事になってきます。中小企業がトランスフォーメーションを行う、そのプロセスで我々が政治的にどういう支援ができるのか、そして私は30、30、30というふうに呼んでいるんですけれども、我々の政民の 30% が何も間違いが必要としていません。彼らは自分たちの課題にどういうふうに対処するか分かっているからです。そして次の 30% は何もやらないでいいと、デジタルトランスフォーメーション何もやらないでいいというところ、数字ちょっと低くなってきますけれども、それでも 30% くらいが自分たち何もやらないでいいと考えているわけです。そして次の 30% がまず我々が助けなければいけないところということになります。 SME との方々が問題を解決し、そして適切なビジネスモデルを作成し、そして将来に向かって事業で成功を収めるための道筋を描けるような助けをしていかなければいけません。そしてドイツの経済を見たときに、この30という数字は高すぎると。できることは何でもやって、ビジネス側、産業界側から必要なことは何なのか、どんどん声を出してもらいたいと思っています。そして、我々の方からも、やはり産業界が声を上げられるように働きかけをしなければいけないと。ちょっと追加なんですが、ドイツと同じように韓国も、韓国の中小企業は大企業にヒュンダイですとかサムソンのような、大企業にかなり依存しています。 99% の製品が大手の企業に納品されているという状況です。ですので
厳しい状況でありますけれども、中小企業は大事であるということを皆さんおっしゃるんですけれども、実際に目を当ててみると、このインダストリー 4.0 ですとか第4次産業革命に関する中小企業の今の進捗度を見ると非常に低いんです。年ほど私もずっとそこをどう変えていけるか議論をしてきました。そして3つ4つ案はあったんですけれども、まずいかに認知度を高めていくか、彼らはどこからそしてどういうふうにやっていけばいいかがわからないわけです。新しいテクノロジー、新しいものというのはお金が必要ということですよね。アイデアとしてはいいけれども、ただとなるとこれを入れた場合、例えばセンサーとか IoT ですとかいろんなものをつけなければいけない。そうするとお金がかかるということです。でここに投資をしたら、きちんとその投資すぐに回収できるのかどうか、そこを彼らは知りたいんですよね。ですので、ユーザーケース、ユースケースをしっかりと見せていくということが重要です。もう一つが文化という要素です。 SME のオーナーと、そしてその文化を変えていく必要があります。彼らの成功と、これまでの成功というのは将来の成功とはまた性質の異なるものになります。ですので文化を変えていくということを SME のリーダーに対して伝えていかなければいけません。2社会社があったとして、1社はこのオーナーが非常にこういった新しい取り組みに情熱を持って取り組んでくれているので、すごく進んでいる。もう1社に関しては、やはり、その文化を浸透させるような環境でなければ、進捗度が悪いということになります。リーダーが文化を変えだと思っても、中小企業の人たち通常忙しいので、そういう変えるために工数を使いたくないと。そして3つ目ですけれども、政府の方からの働きかけということになります。標準化をどういうふうに訴えていくか。そして4つ目ですけれども、標準的なツールを使うことによって自分たちどこが不足しているのか、足りていないのかというのを認識してもらう。少なくとも競争力を高めるためには何が必要なのか、自分たちが今どういう段階にあるのかを把握するためのツールが重要になります。そして最後がグローバル、国際協力、国際協調ということになります。あるビジネスで成功したからといって、同じことを他の中小企業で、中小企業だったらうまくいくということではありません。スイスですとかドイツの、企業で、これまで成功したケースっていろいろあると思いますね。そういったものをぜひ学んで、採用していきたいと思います。香川先生、学習のシステムということでプレゼンテーションの時に言及されていましたが、そのラーニングシステムと SME 向けのプログラムについて少しご説明お願いできますか。具体的に今このラーニングシステム SME ということで今どういったところを考えていらっしゃいました。ちょっと私が言ったのは自動運転の話で、そこのところ今質問されてますか。ちょっと質問の具体的な内容が分からなかったんですが、ここの話でしょうか。ラーニングシステムっておっしゃいました。あ、ここです。あ、今分かりました。これは自動運転だけの話ですか。インダストリー 4.0 に関してはその成功を考えたときに、まずインダストリー 4.0 を製造業だけではなくって全ても含めてこういう仕組みが必要であると考えたわけです。そしてそのナショナルプラットフォームが必要であると、まあこれは AI 用のプラットフォームと呼んでもいいかもしれませんけれども、政府も賛同して進めています。私が考えているのは
よりこれはもっと広い範囲でやってくることではないかと思うわけです。インダストリー 4.0 というのは会社、そしてユニオン、そして政府が必要になります。ただこの話になるとすべてのステークホルダーが必要です。社会のすべての関与ということより広範になるわけです。そしてより難しくなります。2日前に、議会の議長と話をしたんですけれども、その時にいろんなステークホルダーを招待しました。そして非常に難しい議論になったわけです。人工知能がどういったものが何ができるか分かっているとユースケースもあるだろうと、社会はうまくいかなかった時にそれをやめる準備もできているので楽観的な意見を持っていたんですけれども、やはり人によって意見が全然違うんですね。ですので私の意見ではこれは、もっと多くの社会としての議論が必要となる、そして国としての議論が必要となる、そういう難しい話だと認識しました。そしてやはり信頼できる、そして、倫理的な枠組みというものも必要になります。またヨーロッパの文化ということも考えていかなければなりません。そして社会がこれを牽引していかなければいけないわけです。そして今後ですけれども、倫理的な枠組みを入れていく必要がある。最後の質問になりますけれども、こちらの質問はカガーマンさんへの質問になります。では持続可能な発展目標、まあ、SDGs、まあ、そもそもここが始まったと思うんですけれども、インダストリー 4.0 のそこの絡みと付け加えて話をしていただけますか。はい、まあ、特に、まあ、ドイツの場合には2011年2010年すべての、まあ、ステークホルダーあるいは政党に対して我々はこういうことをしますという約束をする。そしてまた我々競争力も信じていました。企業にとって非常にこれは、まあ、いいことです。そしてまた生態的な、まあ、いわゆるエコロジー的なメリットと、まあ、リソースとかあるいはエネルギーの効率を上げればこれは地球にもいいということも言えました。そしていわゆる、まあ、循環型経済と最近では言っておりますけれども、ヨーロッパでは 2,3 年前からすでに話をしております。つまりシステムから無駄をなくす、廃棄物をなくす、無駄をなくすということです。そしてまた非常に、まあ、その当然のことながら労働組合がありますので、よりその雇用の確保、そしてよりいい教育も含め、そういったところにも訴求することができました。そして最後ですけれども、アナリストから見えてきているのが成長の潜在性です。例えば2年前、であれば、まあ、日本もそうですけれども、特にまあドイツの場合に我々としては GDP2 倍にできると、まあ、こういったその自立型のシステム、あるいは学習システムがちゃんと成功すれば2倍にできるというふうに言いました。これは皆さんにとってもいいことだと思います。ありがとうございます。残念ながら時間が来てしまいました。皆さん、パネリストの方々に拍手をいただきたいと思います。時間が参りました。よろしくございます。ご清聴ありがとうございました。モデレーターの藤野様、そしてパネリストの皆様、ありがとうございました。今一度大きな拍手でお送りくださいませ。ありがとうございました。